1月7日おはようございます。今日の作業はこれ白菜が2棟あります。昨年植え付け時期が遅れてまだ結球してない、こんな状態です。一部結球し仕掛けてるのもありますので、ちょっとその辺をなんて言うんでしょうかね、リカバーするというか、これなんかもう結球仕掛けてますので、この段ボールが立ってるのが分かると思いますけど、生育を早く進めるためにトンネルをちょっと作っていきたいと思います。それと昨日ですけど、追肥をしてます。例の仲良し君というやつで、ここの間に株と株の間にこうね、見えますかね、これね、化成肥料14号ですけど、一握りずつこう点点点と両サイドにやってます。あとそれからキャベツ、これもだいぶ大きくなってきましたので、これはここのまだ外葉が大きくなってませんので、ここの間にパラ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 と言えますかね。ということで、白菜の追肥、それから、春キャベツの追肥を昨日はしてます。玉ねぎ、これも同じようにパラ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 と化成肥料を追肥してます。でこれが中照りになるのかな、ネオアース、それからこちら、ちょっともうこちらはちょっと結構大きくなってますね。これがワセ、畝が5つありますけど、玉ねぎ、ここの3つの畝は前作でナスビを植えてましたので、やっぱり肥料分がちょっと多かったのかなというふうな気がします。雑草の生え方もちょっとね、こう見たら分かるように結構生えてるんですけど、こちらはそんなになんか砂漠状態に。まあそういうことで、昨日追肥をしたと、玉ねぎ、それからこちらの人参、これも追肥をして、ここにね雑草が結構生えてるんですね。これをちょっと掃除をして追肥をしたということで、順調に大きくなっています。この右側は、小株で、見えるかな、こんな感じで、ちょっとねこれも雑草処理して間引いていかないといけないのかなということです。ほうれん草の方は、ね、こちらの、随時大きいものから出荷をしているということです。ということで、今ねちょうど、葉盛期になるのかな、野菜の無人市、ちょっと長さを、前はこの半分だったんですけど、屋根がないとねやっぱり雨の日にお客さんが大変だということで延長しました。こんな感じでね、こうこれビニールを開けて入るとレタスがあったり、カリフラワーがあったり、ほうれん草、白菜、長ネギといって、あとは小株なんかはもう間引いたやつなんかもサービス品ということで持って帰ってもらうというような形で、結構安いですよこれ。白菜1玉80円、ほうれん草80円、今多分市場でもほうれん草は120円ぐらい、まあ白菜は安くても100円でしょう。でキャベツは今はこれもやっぱり110円から120円しますけど90円で出してます。レタス2玉で80円、ちょっと安いですねこれ。まあお客さんが喜ぶぐらいで、困るのは僕だからいいとして、まあ、こんな感じで、無人市なので随時お客様が
ついてきました。 LINE グループっていうのを作ってました。この QR コードを LINE で読み込むと、ここの無人市の LINE グループに入ることができます。まあ、そうするとどうなるかといったら、ちょっと画像を出してみます。まあ、こんな感じで僕の方から情報発信、朝その登録した会員の皆様に情報を発信していると、それを見たお客様がここの無人市に買いに来てくれるということで、結構ね、やっぱお客さんの目は厳しいですからね。僕もいろんなそのスーパーとかありますけど、まあ、それをこう逐次見ながらね、値段は、まあ、そのスーパーよりも安くするということを心がけております。だいぶ話がそれましたね。ということで今日は、ちょっと遅れた白菜の85日の、トンネル張りということで、進めていきたいと思います。残りでこちらはまた後でやるということで、動画の方はこれで終わりたいと思います。トンネルかけて多分、成長が多分ね早くなると思います。これでなんとか2月までに、巻いてくれれば商品として出せるのかなというところです。それでは、今日の動画もしも気に入っていただいたら、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。さよなら。